この時間はボートレースオムランの展望番組をお届けしてまいります。本日もお相手いただきますのはスポーツ報知の長谷明憲記者です。どうぞ本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どうしたんですか？いや、ちょっといろいろとありまして、はい、いろいろとありまして、まあ、それは軽く流しておきましょうかね、うん、さあということで、夜の九州スポーツ杯6日間開催でございまして、うん、本日シリーズ2日目を迎えました、まずちょっと軽く初日のことを振り返りたいんですが、はい、うん、逃げ決着8本、差し決着4本、3連単満州は1本ということでございました。そうですね、やっぱりうちの決着は多いですよね、はい、やっぱりあの子は、うん、主力はちゃんとね、はいはい、やっぱね、今回はね、うん、A1、A2 選手が多いんでね、はい、やっぱり1号艇に乗ってるときはしっかりとね、先に回るレースが多いような感じはしましたね。はい、まあ、主力陣は比較的高枠でしっかり結果を出した1日だったかなと、うん、そうですね、はい、はい、さあそしてね、昨日のメインレースはダブルドリームの一つ発祥地ドリームが行われたんですが、はい、1枠は地元の山口雄二選手でございました。あのね、スタートした瞬間ね遅れたと思ったんですよ。でみんなゼロ台で雄二君遅れたと思ったら違ったんですよ。彼が正常にバチって他の5人がもうゼロ台でもうスリットにもちょっとチュッてしようかと思うぐらい行ったのでね、はいはい、でもね、はい、スタート遅れたように見えた山口雄二ですよ、はい、先に回ってね、うん、押し切ってね、はい、昨日レース終わった後言ったら、はいはい、ほっとしましたよってよかったって正直な感想、本当にね、本当そういうかもう言ってましたよ、かったです、もうここで、はい、うん、でもね、はい、船橋まだね調整の余地はあるんですけどね、はい、なんか方向性は見えたらしいんでね、はい、さあ今日も頑張ってもらいましょうか。そうですね、はい、地元の期待を背負ってというシリーズでございます。そしてそのドリーム戦でちょっと残念なお知らせなんですけども、うん、ドリーム戦でミーショ高春選手がちょっと負傷したため、途中棄権ということになってしまいました。もう僕ね、はい、これの話ですけど、はい、ミーショ君大好きなんですよ。まあまあ、こういろんな方聞いてますけどね。あのね、はい、豪華なレースが好きでね、はい、楽しみだったんですけどね、はい、それが途中棄権というのは残念なんですけど ね、もうそれはもうね、はい、ただね、まだ主力陣強力なメンバーたくさん残ってますから、いますからね、はいはい、ぜひ2日目以降もお楽しみいただければと思います。さあということで展望番組、今日もですね、長谷さんには2レースピックアップしていただいております。まずはこちらのフリップからご覧いただきましょう。さあ今日の注目レーサーは深川慎二選手、注目ポイント陰線信じてます。信じだけに信じてます。あ、本当だ。あ、何わざとらしい。もうすいません、もう漢字も書けなくなりました。もうねえ、でも上手だね。なんて言うんですか、フリップの方は上手ですね。深川慎二の漢字の下にちゃんと信じて書いてくれてるこのね心遣いが ね、嬉しいですね、はい、もうこれで満足です。僕はもう今日はじゃあもう終わりますか、うん、終わりましょう。いやいや、そういうわけにはいかないんですけども、深川慎二選手ね、はい、前傾日はね、うん、ちょっとね、はい、感じよくなかったらしいんですね、はい、なんか起こす感じがスタートする感じが悪くなくてね、はい、昨日キャブレターみたいとかね、いろいろ見てみてね、はい、まあ、昨日は未勝利に終わったんですけど、はい、3着2着、うん、行き足関係はね、悪くなくてね、はいはい、まあまあ行ってるよと言ってましたね、はい、ということは船橋についてはもう文句なしと思います。うん、まあね、彼の場合は陰の鬼というわけでね、はい、もうコースは取る選手ですけど、はい、1号艇ならもうなおさらね、はい、もう深川様に対して毎月もいませんからね、これはね。きっとないでしょう。いないです。で、その新入門枠内ですよね、はい、そして、まあ、行き足が良くなってるってことはもう自分のスタートしっかりといければいければというところですよね、うん、はい、ですので陰線信じてますよ。なるほど、という本命ですね、はい、でここはですね、うん、モーターで言えば4号艇一橋選手、まあ、昨日は2着1着と、はい、押す感じがいいですね、うん、本人も自分好みと言ってました。はいはいはい、後の選手は少しちょっとピリッとしないんですね、山本選手もちょっと船足自体がもう少しって言ってるし、はい、別府選手は自分の乗り心地に合わないペラなんでね、なるほど、調整しなきゃいけない、はい、浜崎選手はちょっと押す感じがないなと、はい、で6号艇小澤選手は、うん、昨日シンプルに変わったんですよ ね、 そうですね、直線系は悪くないけど、はい、まだ回り足とかね、うん、乗り心地はちょっと調整しなきゃいけないと、ね、なるほど、と考えれば深川選手と一橋選手のもう一騎打ちであろうと、うん、なるほど、ですので、まあ、深川選手からも もう一橋選手の 2,3 着を買えば、はい、当たるんじゃないのかなと思ってんですよね。でそこでね、はい、もう印の回ってる山本選手と山崎選手っていうのでね、はい、もう1、4から2と5くっつけましょうと言ったんですけど、一応ゼン、はい、とね、はい、なんていうんですか、まあ、直前の気配を見ながらってことでね、はい、うん、もちろんあのね、ヘッドレポーターの方々がね、はい、取ってくれるコメントを見ながらってことなんですけども、はいはい、一応深川選手と一橋選手、はい、まあ、そう、はい、まあ、いろんな保険もかけてますけども、まあ、印をつけた選手はちょっと厚めに狙ってみても、まあ、そうですね、はい、まあ、そういうことをまあ言ってれば、はい、もうなんていうんですか、もう正直もうね、はい、会いたいんですよ。
ね、まだ2日目ですから。もうもうね、はい、そんなん言ったらまたもうすぐ12月になりますよ。もう当てたいので、ここはもう深川選手が信じて、はい、一夜選手が追走、はい、って感じでフォーカスです。はい、さあ今日のね注目レーサーは深川慎二選手を信じてますということで、1番と4番に注目したフォーカス計12点になりますね。たまには長谷を信じてみようかなと思うんですけどね、はい、そういう方もきっといると思います、はい、ぜひ皆様もご参考にお楽しみいただければと思います。さあそれでは長谷さん、今節最初のあれいきますか。はい、困った時の長谷田の実。さあどでかいね花火を打ち上げていただきたい気持ちもあるんですけどもね、もう本当ねもうね、周りの方々がね、はい、長谷大名人頼むぞ、当ててくれよ当ててくれよって本当に言われるんですよ、はい、僕、うん、もう自虐的に言うと ね、はいはい、ね、あんまりあれなんで、僕ね交通安全のねお守り作ろうかなと思うんですね、はい、当たらないってことでね、それよくないけどね、うまいこと、いやでもあのね、はい、やっぱり今日の番組見てば1号艇もちろん、はい、うん、後半なら特にね、まあ、A1、はい、A2 乗ってるんでね、はい、まあ、中心になる番組が多いんですけどね、はい、ちょっとまあモーターの仕上がりでね、うん、外の選手でね怖い選手がいたりする番組やっぱりあるんですよね。なるほど、ちょっとそこをね思い切ってで、はい、出してみようと思います。さあそれでは続いてのフリップをご覧いただきましょう。さあ第7レースですね。ここはもうね、はい、まあ、1号艇が松江選手、はい、そして2号艇が一橋選手、まあ、番組的に見ればもう 1、2、1を買ってくださいというような番組ですよね。そしてもう一人ね、はい、A1 としては黒井選手がね、はい、いるんですよね、はい、まあ、力関係見ればこの 1、2、5 号艇がまあ勝率上位の選手ではありますよね、はいはい、ただモーターで言えば、まあ、昨日大きく勝ったのは一橋選手、はい、そして黒井選手、うん、そしてね斉藤選手もまあこれね、はい、コース上機なんでね、うん、はい、動きがいいんですよね。はい、昨日はまだねもう少し出足が欲しいって言ったけど、はい、伸びの方がいいって言ってましたね、うんうん、モーターで言えばちょっとね2番4番5番でしょうね、モーターというのは、はい、うん、でもまあコース有利に松江選手が先前を打つと、はい、昨日は3、4着でしたね、はい、前半はね回り続けててもう操縦できないような状態だと、はい、で後半ね4着になったんですけどね、はい、あの時に聞いてもね、でもねもう少し調整はいるけど前半と比べたら進歩はしてますよ、よくはなってますよって言ったんです、松江が、はいはい、うん、ですよね、はい、明日大丈夫かって言ったらもうなんとかしますとか言ってたので、はい、やっぱり一応松江選手が逃げてそれを追うのは一橋選 手でモーターの E4、5もついてくる、はい、ですので、まあ、1番から2、4、5の2、3着ですけどね、はい、でもやっぱり一橋選手が押す感じがすごくあるんでね、はい、松江選手がもう少しとか考えれば2の逆転もあるのかなと思ってね、はい、一応買い目はもう1の頭と2の頭を出しました。はい、さあもう早速狙い目いきましょう。やはりこのね黒井選手の49号機、はい、昨日も4コース幕だし、はい、あれはモーターの感じがね押す感じがありましたね、はい、やはりねいいなと思ったんですよね、はい、でやっぱり黒井選手が外になったってことで、はい、まあ、配当的には妙味はありますよ ですね。ここはね、はい、大西選手が少し伸びないらしいんですよ、はいはいはい、で斉藤選手は逆に昨日はちょっと伸び方だったので、うん、はい、まあ、斉藤選手がね、まあ、角になってくれてね、はい、黒井選手と一緒にスタート行ってくれたら、うん、ひょっとしたら斉藤選手はちょっとニョキッといかないかな、はい、それで、まあ、うちが抵抗気味の時に、はい、黒い弾丸がガツンとってもう殴り差しまあどこかで聞いたようなね来るんじゃないのかなとね、はい、思っててね、うん、なんかもう黒い選手のこのもう僕黒い選手も大好きだし、はいはい、モーター49号機も大好きだし、はい、これ考えてね、うん、ちょっと5の頭から1、2、4の2、3着ねこのモーターの、はい、まあ、コース有利で松江選手と船足のいい2番と4番を絡めた船券なんですけどね、はい、ちょっとここはね狙い目が多いかなと思ったんですよね。はい、ただね本当にこのフォーカス買い目狙い目合わせてもやはりね主力陣の 1、2 この頭のどれかはそうそう、ね、もうねそう思ってるんですよねでも、はい、あのねやっぱり今節もねやっぱりね、うん、エンジンがラストを迎えてるので、はいはい、コース蒸気っていうのはやっぱどんどん狙うべきだと思いますね、うん、はいはい、やはりね良くないエンジンは、うん、もう最後の方でそんな急激に良くなることないと思うんですよ、はい、だからいいモーターはやっぱり本当にいいんでね、はい、やっぱりコース蒸気考えればこの急激で言えば4番5番これいいモーターなんでね、はい、外勢もね気にはなりますね、はい、なるほど。さあということで今日の困った時の長谷田の実は第7レースをピックアップしていただきました。本戦の解明は1番の松井選手そして2番の一橋選手の頭からのフォーカスを計10点、そして狙い目では5号艇の黒井選手の頭からのフォーカスこちら6点、合わせて計16点のフォーカス。なんかその点数があるとなんかすごくね僕が本当困ってるような感じしますよね、はい、
いいのが引っかかればいつかはもうなんか2点とかで当てられる日が来ることを目指して頑張りたいんですけど、ここはちょっとあくまでも穴狙いなんでね、はい、ちょっと本戦よりも多いかもしれませんけど、はい、ちょっとお願いします、はいはい、ぜひ皆様もご参考に第7レースもお楽しみいただければと思います。さあ、瀬さん、本当ね、いろんなお客さんともね、本場の方で接する機会もあると思うんですが、いい言葉もらいたいですね。もらいたいですよ。もうただ単になんか面白い人って感じで言われてね、最近はね。そう、面白くないんですけどね。いや、かなり面白いと思いますよ。本当当てましょう、当てましょう、はい、はい、さあ、シリーズを、2日目を迎えた本日で ございますけれども、最終12レースのね、カステラドリームまで、お楽しみいただければと思います、ということで本日も、展望番組をお付き合いいただきましたのはスポーツ報知の長谷昭則記者でした。どうもありがとうございます。ありがとうございました。